サムは全てを知っちまった。無二の親友までもっともらしい理由をつけてあいつを騙していたってわけだ。もうあいつに信じられるものは何一つ残っちゃいなかった。今度こそあいつと過去をつなぐ絆は全て断たれたんだ。だがグリムはそう思っちゃいなかった。俺はグリムに協力を頼まれた。他の EMP を止めるのは無理だが、サラだけでも助けてくれと言うんだ。ギリがたい女さ。自分はホワイトハウスに行き、できる限りのことをしてみると言うんだ。断る？バカバカしい。サラを放っておくなんてできるはずがない。もちろんサムを見捨てる気だってなかったさ。あいつと来たら適当な奴を締め上げて、情報を聞き出す気でいたんだ。あいつらしい。怒り狂ったサムならではな。どこへ送られるんだ？チェックポイントの一つだ。どこかは知らん。チェックポイントに送ることなんてない。トラックで道路を塞いで、銃を持った奴を配置しておけば十分だ。トラックを奪われそうになった時、後ろ半分を捨てるな。それもベリーゼルの作戦で。この話してるのか。了解。このテストをまたやるなら、任務に教えてもらいたいなんだ。殲滅しろ。奴を見つけ始末するんだ。俺はここに残って奴を探すとしよう。それで隠れてるつもりか。残念だな。近くにいるはずだ。警戒を怠るな。この覚悟してるんだな。みんな行け。奴が仕掛けてきたぞ。油断するんじゃないぞ。俺が諦めると思うか。あいにくだったら。おい、奴はどこだ。炭でブルブル震え。全部びっくりした。今日目視。フィッシャーを死人できない。奴を仕留めなければならないのに。フィッシャーがいたぞ。敵が見えないぞ。
敵兵なし。見つけて息の根を止めろ。これで全部だな。聞かれたことに正直に答えれば死なずに済むぞ。ふざけるな。誰が話すものか。いい答えだ。あの EMP 発生装置だが、どうすれば止められる？知らん。知っていても誰が貴様なんかに話してやるもんか。ほう。だが喋ってもらおうか。他は何も知らない。本当だ。それなら口を閉じていろ。では誰なら知っている？科学者、大佐に連れてこられた。今倉庫に。ことが終わったら始末することになってる。あの女。もう黙っていいぞ。いない。呆れた愚か者だな。貴様のサボタージュに私が気づかないと思ったのか。そんな、何もしていないわ。まだ役に立つと思っていたから、あえて生かしておいてやったという。私、そんなつもりは。そんなつもりもこんなつもりもあるものか。殺さないで、どうかお願い。
には死んでもらう。やつがここまで来るって。そうなるだろうな。やつは例のあれを止めようと思ってるに違いない。その一番の方法はここへ来ることだ。つまり時期にご対面だ。買いかぶりすぎだ、ジジイだろ。やつが来てもそう言えるか。俺の目は同じだ。会社がうまくやるさ。なあ、スタードエッションの一件が同時をしなければ。今のところよくやってるぜ。この先もそうとは限らないさ。せいぜい気をつけることだな。下手をすれば国家反逆罪だ。下水だ。手遅れだ。その女を救うことも計画を止めることもな。娘と同じようにおとなしくくたばるがいい。何に安心しろ。お前もあの世に送ってやる。待て、この先には行くな。現状維持、現状維持。はやめて出てきたらどうだ。動きがない。死んだかな。出てこい、フィッシャー。この女を殺すぞ。まあまあだな。
どこの誰だか知らないけど、とにかく助かったわ。でもあれが、あれが。落ち着け。100ヤード先に EMP 発生装置がある。じきに起爆するはずだ。止め方を教えてくれ。無理よ。発電機が2台あるの。これが作動すると EMP が充電され、そして起爆するのよ。問題はどちらか片方を止めると、もう一方が自動的に作動するの。片方でも起爆させるには十分よ。つまり両方同時に止めろと。そうなの。ねえ、仲間はいないの？一人ではどうにもならないわ。何とかするから逃げろ。じきこの辺りは大騒ぎになる。逃げる場所なんてどこにもないわ。この辺りから事態はややこしくなり始める。俺はサラを何とか説得してヘリに乗せ、イシロ・サムとの合流地点に向かった。だが状況が複雑すぎたし、本当にすべきことが何なのかサムもわからないでいた。ヘリから攻撃できるよう EMP に電力を供給する発電機の座標をわかるようにすること、それが最初の難題だ。